イムズをご覧の皆様、こんばんは。目黒敦子です。この1週間皆様はどのように過ごしてまいりましたでしょうか。この1週間も日刊現代で振り返っていきましょう。さて今週の担当の方です。ニュース編集部長の小塚香織さんとスポーツ編集部長の森本圭司さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず今週もやはり各界の話題が大半を占めたかなというような感じはありますけれども、現代だけじゃなく、いろんなメディアが、この話題で持ちきりで、毎日のように、いろんな新しい情報が出てきて、そうですね、相変わらずこの情報が錯綜しているという状態なんですけども、一つはっきりしているのがね、貴乃花親方と、現協会の執行部、これのもう確執が、もう修復不可能というところまでも来ちゃってる、そういうのだけはね、なんか、はっきりしてると思うんですよね。そもそも貴乃花親方がですね、これまでもその協会のヒアリングに対して、とぼけてみせたり、事実をこうつまびらかにしないというような批判がある中で、22日ですかね、改めてその協会に呼び出されて、貴乃岩のから事情を聞きたいと、ついては協力してくれないかというふうに言われたんですけども、貴乃花親方が、執行部の親方を目の前にして面と向かってあなた方には協力できませんと、言うに至ってはですね、もうこれどういう決着がつこうがですね、戦い終わってノーサイドというふうにはなりませんよね、これね。信用できないからっていうふうにまで言っちゃってるんですよ ね、 ですかね。だから貴乃花親方には貴乃花親方の考えがあり、言い分があるのは分かりますし、協会には協会で一方でもちろんその言い分考えがあるんですけども、そこにその両者のこれまでのいろいろな確執とか、考え方の違いとか、そういうものが複雑に絡み合ってしまって、もうこれ手を結ぶっていうことがね、考えにくいという状況だと思うんですね。でじゃあ果たしてこのね、落としどころはどういうことになるのかと、いうふうなことをいろんな方に聞いて予想してみたんですけどもね、これも先ほども言いましたように、もうノーサイドにはならなそうなので、これはもう貴乃花親方がね、こう教会を出てね、新しい団体を作るとか、そういうことがなんか現実味を帯びてくるんじゃないかなというところまでなんか行き着いているような感じですよね。そういうのって可能なんですか、ちなみに。可能かどうかは、戦前の話なんですけどね、1932年に、同じようなこの教会と、その時ほとんどが相手が力士だったんですけども、力士40人ぐらいがですね、教会のこの体質改善を求めて教会を出て、関西閣力教会という、ある種の新団体を設立して、分裂したっていう、事例は過去にはあるんですね。だいぶ古い話ですけども、で今回貴乃花親方がですね、同じように教会のこう体質改善を一つ、狙ってこういう行動を起こしているとすればですね、で一方ではその、今回こういう騒動になったんで、もしかしたらその八角親方、八角理事長も、何らかの責任を取って、職を辞するということになるかもしれませんけども、それによってですね、じゃあ貴乃花親方が望むような体制になるかといえば、おそらく難しいんですよね。昨年の理事長選に貴乃花親方が出馬して八角理事長と戦って、敗れたわけですけども、その時にその、理事長選というのは10人の理事で、出馬する2人を除いて8人の、投票で決まるんですけども、2対6貴乃花親方に投票した理事が2人、八角理事長に投票した親方が6人、圧倒的な差で敗れているんで、仮に八角理事長が、職を辞したとしても、そのすぐに貴乃花親方が望むような体制になりそうもないんで、だとするともうはっきり言って、いる必要がないというか、教会を出るしかないという、繰り返しになりますけども、そういう構図になってしまうんじゃないかなという気はしますけどね。何がそんなにこうダメなんですかね、この貴乃花親方的に、なぜそんなに信用できないんですかね。
一つはその前回の自治長選に敗れた時に貴乃花が、企画部長だったんですけど、その時、理事長選後に、今の巡業部長、この巡業部長っていうのは教会の中では、どちらかというと官職で、そういう、こう人事的な報復をねされたというふうに、貴乃花親方が感じても不思議はない人事が行われて、それがそもそもの原因じゃないかというふうには言われてますけどね。もっと言えばその今の現体制と高輪親方ではだいぶ世代も違いますし、当然考え方も違いますし、高輪親方親方でいろいろな改革案を持っていて、前回の理事長選ではその谷町を排除して、サポーター制度を導入するとか、一見こう耳心地のいいようなね、開かれた相撲界になるんじゃないかみたいな改革案は持ってるんですけども、でも一方で今の協会の執行部に連なる人たちの親方に聞くと、高輪親方がいろいろ口では言うんだけど、じゃあそれをどうやって実行していくとか、そういうものが全く見えないというんで、そもそもこう両者の、考え方が水と油というか、しかも それを高輪花親方が、ある種拙速にね、強硬に進めようとする中で、両者の軋轢がどんどん大きくなっていって、こういう事態にまで至ってしまったということだと思うんですけどね。もしかしたら何十年先のことを考えたら、貴乃花親方の考え方っていうのはもしかして今すごく大事なことかもしれないんですけれども、それはあまりにも早く進めようとすることによってこう帰りが進んでしまったっていうようなこともあるかもしれないです。どっちにも多分言ってることにはそれなりに理があるとは思うんですよね、いつやるかの問題で、また要するにそのみんなでやるのか、方の協力を得て、やればいいところを、高輪親方はどちらかというとこうお母様の、のりこさんもテレビで言ってましたけども、どっちかというとこうコート決めたらもうこうなってしまって、なかなか周りの意見、あれが見えないと、なんで私たちの関係もこんなになっちゃってるんですというようなことを言ってましたけども、多分そういう性格な問題もね、あると思うんで、なかなかこれで落としどころが難しいというか、最終的にノーサイドっていうことにはなんかちょっとなりそうもないですよね。そうですよね。いろんな情報が、本人たちの情報が出てこないで、周りの方からこれは本当なのか何なのかっていうのがいっぱい出てきちゃって、なって極州山、モンゴル人の第1号の力士の極州山が来日して、彼は彼でその鷹のように連絡取るとか、結局連絡を取って、本当にだいぶひどい怪我をしてるんだっていうふうに訴えたみたいですけども、一方で朝青龍、元横綱の朝青龍が、また全く別なことを言ってると、これはまた今難しくて、その極州山と朝青龍は現役時代から犬猿の仲って言われていて、朝青龍は春馬富士を弟分のように可愛がっていて、極州山でモンゴル力士界のトップだという認識があるんで、そろそろもうね、そういう人たちの話はもういらないって思うんですよ、ね、そうですね、テレビも取り上げなきゃいいのに。結局高輪親方がこういうふうに言ってるとか、高輪花親方も沈黙を守ってるんだけど、高輪花親方と最近話したっていう人がテレビに出てきてこういうふうに言ったという、要するに代弁してて、結局肝心の当事者の話が聞けてないんで、なんでその相撲協会としては高輪岩にぜひ真実を話してもらいたいと言ってるにもかかわらず、あなた方は信用できないから協力できませんって言われたら、それはもうね、話も前に進まないし、そういうわけにいかないじゃん。だからそのどんな形でもね、どんな形でもいいと思う。だから花ガラス張りというかね、完全にも公の場でこうやればいいんじゃないのかなと。高輪親方は警察に任せてるんで、今はお金は喋らないというふうに言ってるみたいですけれども、相撲協会は警察から了解を得て、相撲協会の調査委員会で話を聞いて構いませんよと言われてるから、ぜひ話が聞きたいと言ってるのに嫌ですとお断りします。これなかなか長引きそうですよね。
どういうふうにしていいのかも教会の方も困ってるみたいですけどね。見てる方も分からなくなってきちゃいましたね。どん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 分からなくなってきて、どうなるかですね、はい、では続いて今度は小塚さんにお話伺いたいと思うんですが、野党再編について、金曜日発売土曜日版ですよね、はい、ということで書いてありますけれども、はいはい、そうですね、まあ、選挙終わりましてね、まあ、1ヶ月なりますけれども、はい、なんかよくわかんないうちに民進党が分裂しちゃって、はい、でまあ、みんな惨敗して、はい、で、まあ、最初はねみんななんかまあ一旦バラバラになったけど、うん、どう考えてもその与党にね、はい、選挙で戦って勝つためには、まあ、どう考えてもあのちっちゃい政党がいっぱいあってもしょうがないねっていう空気はなんとなく、はい、そうですよね、有権者も思ったじゃないですか、はいはい、だからそのまあそれなりに野党再編というか、うん、そのまた一緒にやっていって、はい、それで与党と、ね、対決するっていう形になっていくんだろうなっていうふうに思ってたら、はい、なんかそうならないなって、そうならない感じですよね。そう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 、そうならない感じが、ね、あって、はい、で、まあ、まあ一体どうなってるんだってとこなんですが、最近ね一つちょっとなんていうか物議を醸していることがあって、うん、で何かっていうと立憲民主党が、はい、まあ、世論調査とか見ても一番人気があるわけですよ、はい、それで期待もあると、でその立憲民主党の枝野さんがその民進党の地方議員に対してその年内に立憲に入党したい人は決断してくださいみたいなことを言ったんですよね、はいはい、だそれに対して、まあ、民進党の大塚代表とか、はい、あとは元民進党の代表だった岡田さんとかですね、はい、あと連合とかがですね、ちょっとなんか傲慢なんじゃないのっていうかですねなんでそんな急に、はいはい、それはなんかね自分たちが強いからって言ってこっちに来いみたいな囲い込みなの、はい、みたいなちょっとなんか深い顔を示したみたいなね、はい、そういう出来事があったんですけど、これ何を、ね、意味してるかっていまいちなんか分かりにくいんだけど、はい、これどういうことなのかっていうと統一地方選挙なんですよ、はい、2019年の4月ですね、はい、来年の4月に統一地方選挙があるんですよね、はい、でちなみに統一地方選挙のその3ヶ月後に参議院選挙が予定されてるんですよ、はい、でそれはもう日程としてほぼ決まってるんですよね、はい、で結局その国会議員だけを見れば、まあ、次の参院選に向けてとにかく野党の再編を考えていけばいいねっていうと、まあ、2年後だから、はい、なんとなくその参議院選挙の1年前だから来年の夏ぐらいまでになんか決めればいいねって思ってるような人たちもいるんだけど、はいはい、実はそうじゃないよと、うん、もっとその前の統一地方選が大事なんだよっていうふうに、うん、実は言ってる人がいて、はい、でそれが誰かっていうと馬淵さん、民進党で選対委員長を2年半ぐらい務めて、まあ、私が取材している中では多分馬淵さんが一番民進党で選挙分かってる人だと思うんですよ、議員ではね、はい、で、まあ、その人がいやとにかく統一地方選を考えたら、うん、来年の3月までがギリギリのタイムリミットなんだというふうに自分のブログでね、はい、書いてるんですよ、はい、で、まあ、馬淵さんってもう覚えていらっしゃるかどうかですけど、要するに落選しちゃったんですよ、うん、この間の選挙 で、ね、そうなんですよ、だから要するに議員の現職当事者としてやれないんだけど、はい、まあ、要するに浪人中なんだけど今のこう民進党だ立憲だっていうのをやり取り見てるとちょっともう歯がゆいというかね、はい、大丈夫かって多分気になってこのブログを書いたんだと思うんですけど、はい、でまあ、そのどういうことかっていうとその統一地方選があるから基本的に国会議員がいて地方議員ってい う、 こう、うん、なんていうかな系列関係とかなってるじゃないですか、はい、でかつその民進党っていうのはまあ連合っていうのが推薦してますと、うん、それでそうするとその統一地方選挙に出る地方議員の人たちっていうのは、まあ、連合の推薦をね、まあ、みんなもらって出るっていうケースが多くて、はい、で馬淵さんが選対委員長やっていた時のその4年前のっていうか前回の統一地方選挙の時で考えるともう今頃には候補者を決めたりとかしてたらしいんですよね。はあ、だからそうそうそう、だからもう1年半前なんですけど、はい、の今頃にもう大体決めていて、はい、それでなぜそうなのかっていうとその要するに統一地方選4月なんですけど、はい、その1年前ぐらいからもう運動するので、その例えば連合のねメーデーとかそういう場で、はい、今回この人を私たちは推薦しますみたいに紹介されるといろんな人にこう顔も名前も知れるしっていうね、そういうこともやるので、はい、そうするとメーデーに間に合わせるためには3月ぐらいまでには候補者がある程度こう決まってる状態じゃないと、うん、その人たちも運動できないしと、で地方議員の人もこうどうしたらいいか分かんなくて困っちゃってるっていう状態なわけですよ。地方議員の人は今どうしていいか分かんないですよね。そうそう、どうしていいか分かんないですよね。だから、
一見確かに立憲民主党が一番いいかなと思って、で、まあ、立憲も言うにはいろんな人がねうちに来たいって言ってると、はい、だから早く決めなきゃいけないんだっていうふうに言ってて、はい、まあ、それはそうなんでしょうけど、はい、ただなんかその立憲だけがガーってそうやって取っちゃったりとかすると、今度統一地方選の時にその統一地方選って中選挙区制なので、はい、政党ごとのなんていうかな、選挙になるわけですよ、うん、でそこで例えば立憲対希望とか立憲対民進みたいな候補者同士が争ったりすると、はい、その後のしこりが残っちゃって、ね、はい、その後の参院選挙の協力なんてとっても無理じゃないかと、はい、だからもうちょっとその野党で今後どうしていくのかっていうことを早く、はい、冷静にね、そう話し合わないとと。でまあ面白いのがやっぱりもうその旗から見てるとそう思うんだと思うんだけど、もうなんか近親憎はいいですと、そうですよね、敵は自民党なんだからとちょっと間違えてるかもしれないですよね。そう、ちょっとなんか間違えてんじゃないのと、はい、だから中にいるね現職の国会議員の人たちは、多分希望がねあの排除したとかいうのを絶対許せないとか、あ、はい、まあいろんな感情論があるし、うん、仲間だっただけに余計にそういうね憎悪が強いっていう ね、あのかもしれないけれども、はい、ちょっとそれを乗り越えてその先のね次やっぱり政権交代したいんでしょうと、で野党が自民党にとって変わらなきゃいけないんだったらもう少し冷静に調整した方がいいんじゃないかっていうところがちょっとあるかなっていうのは、まあそういうふうにね、あの馬渕さんがまあ言ってたんですけど、ね、はい、まあ本当その通りだと思いますよね。安倍さんが喜ぶだけですよねこの状態を。まあそうですね、うん、まあでも代表になって喜んでる人もいるでしょうからね。なんかね、まあそうそう、だから自分のためじゃなくてね、みんなのためにちょっと動いてほしいなって、はい、考えないとっていうところありますね。はい、そして今度は森本さんに聞いてみたいと思いますが、ドラフトの家庭の事情、ドラフト選手家庭の事情という連載がありますよね、はい、そうですね、はい、あのこれはあの日刊現代の恒例の企画でですね、はい、ドラフトの後にですね、まあ、指名された注目選手の、まあ、ご両親とかにお話を聞いて、はい、まあ、結局そのどういう家庭にね育ってどういうこう教育をしたら、まあ、野球選手、はい、になれるのかというようなことをこう分かるような連載になればいいなと思って、まあ、ずっとこれやってるんですけどね、はい、まあ、これ先週なんですけど1回目はあの日ハムに7位指名された宮台投手、まあ、あの彼は東大出身 で、ね、しかも法学部、はい、あの東大出身のプロ野球選手って、まあ、宮台投手入れたら6人いるんですけども、うん、法学部は初めてで、まあ、普通に考えればね東大の法学部出てなかなかプロ野球に入るという選択肢は ね、あるのになって思いますけどね、はい、でこの宮台選手が果たしてどういう家庭に育ったのかというのを、まあ、いろいろ取材して作った記事です。で、ね、実はあの宮台投手のお父様っていうのはあの神奈川県の公立高校の英語教師なんですけれども、はい、実はあのご自身も野球をやられていて、横浜の、ね、高校でキャッチャーとして活躍して、1試合3本塁打を2回やったというその県記録を持っているんだそうです。で、このお父さんが、まあ、いろんなところで、ご自身の教育の仕方なんかを語っているんですけども、一つあの、ね、少年野球サイトに野球行くっていうサイトがあるんですけども、そこであのロングインタビューに応じてて、勉強しろって言ったことがないんですって息子に。ただし、それなりの成績取んないとね、うん、後で大変だからと、うん、苦労するぞというようなことを言ったぐらいで、はい、あとはもう塾に任せてて、はい、私は何もやってないんですよというふうに、まあ、おっしゃってるんですけども、まあ、大体ね勉強のできる人は、ね、まあ、実質的にできるんですよね。これじゃ元も子もないんですけども。そうなんですよね。で、まあ、ご両親としては、まあ、東大の法学部に入って、うん、まあ、違うこういろんな、まあ、人生を歩んでいくことを想定してると思うんですけども、あの現にね昨年の冬休みにね自宅に戻ってきた時は宮台投手の指揮法を持って帰ってきたんですって。あ、はい、だその時には、まあ、一般企業に就職するつもりがもしかしたら、まあ、あったのかな。でもね今年の3月に戻ってきた時はあのお父さんにもう就活はしませんと、でプロ野球選手一本勝負したいというようなことを、まあ、宣言してたらしいんですけどね。過去 その6人目ですけども、東大出身の過去の東大出身の選手と比べると、どの球団のスカウトに聞いても、まあ、レベルが一つ違うというふうに評価はされてるんですけども、
それでもやっぱりプロ野球はまたちょっとねレベルの違う世界ですから、またワンランク上になりますからね。それで、ね、その過去の5人で通算10勝なんですね、東大選手の、うん、だけど1人が9勝を挙げててもう1人が1勝で、うん、あとの3人は1勝もしてないというまあ現実があって、うん、3年前に、まあ同じ京都大学から、ロッテにドラフト2位で入った田中投手っていうのがいましたけども、彼もドラフト2位で指名されたんですけども結局1勝もできずに、うん、今年、まあ、3年目の今年クビになって、三井物産に、就職するらしいんですけども、でもいいですね。なんで、まあ、宮台投手がねそういう過去のそういう高学歴、選手のこう前例を打ち破ってね、うん、活躍すればまた、ね、プロ野球盛り上がると思うんですけども、はい、まあ厳しいことは厳しいだと思いますけどね。もしかしたらかからない、ドラフトかからないんじゃないかってみんな結構こう気をもんで、うん、あの中継っていうかね見てた人もいたと思うんですが、そうですね、7位よっしゃーみたいな、だいぶ待たされましたよね。そうだいぶ待たされましたよね、一応この連載の来週まで、はい、あの続きますんで、はい、ぜひご覧になっていただければと思います。はい、どうやったらねプロ野球選手を育てられるかっていうやっぱりね気になる方多いでしょうから ね興味を持って読んでいただければと思います。さあそれでは最後に今度は小塚さんに、株主優待の、はいはい、お話を、はい、金曜日の紙面でやってるんですけども、はい、11月株主優待17銘柄を狙うっていう企画でやってますけども、はい、今ねあの株価がすごい ね、 すごいですよね、ものすごい上昇していて、はいはい、なんか、まあ、普通の人からすると株や、ね、持ってない人からするとあまり関係ない、景気がいいとか言われても、はい、そんなに給料も上がらないし、はい、あまり関係ないなと思う人がたくさんいるんですけど、うん、あの今回ちょっと取り上げたのは、まあ、ちょっとだけ買ってすぐやめてもいいかもしれないようなあ、はい、あの銘柄なんですけど、はい、その株主優待ってあの要するに権利日までにその株を、まあ、単元株だいたい100株ぐらいなんですけども、はい、持っていると優待が受けられるっていう、まあ、株主向けに会社がいろいろサービスするみたいなところなんですけど、はい、この11月 の権利、11月今度月曜日の27日までに、まあ、持ってなきゃいけないんですけどね、権利を、はい、その割と生活密着型のところが多くてですね、はい、で例えばあのキャンドゥ100円ショップのキャンドゥは優待券が、20枚もらえるんですよ、はい、で1回108円なんだけど、うん、まあ、要するに2160円相当、はい、消費税分入ってくるのは嬉しいですよね。だからね、あ、そうですね、そうですね、消費税。いや、それで、はい、これなんかだと、あの利回りでいくとね、だいたい今の株価でいうとね、利回りが、あのこれ、今の株価ってごめんなさい、木曜日の終値、ね、はい、水曜日ですね、水曜日、はい、22日水曜日の終値ベースで計算してますけどね、利回りがね、1.2% ぐらいあるんですよ。うん、そうすると、今、銀行にね、普通預金預けてて、ね、定期にしても、大して利回りないじゃないですか。で、意外にこれ2160円でもね、うん、まあ、ちょっとね、あの生活費の私になるというか、そうですね、でも、はい、100円ショップで2000円も持ってたら何買っちゃおうかなっていう、なんか、まあ、そうですよね、結構買いますね、相当買いますよね。そうだからそういうのとか、あとはですね、はい、あの書籍とか雑貨の販売をやっているあのビエージヴァンガード、はい、ここは優待券がですね、1000円分の買い物券が10枚もらえるんですよ、1万円分、うんうん、でもちろんなんか1回1枚使うのはその買い物金額2000円ごとっていうね、あ、はい、そういう、まあ、あの条件はあるんだけれども、はい、これね利回りで言うとね実は 8.9% もあるんですって。そうですね、うん、だからまあ本買ったりとかね、このお店が近くにあって行くとかそういう人はあの意外にお得感があるというか、はい、はい、まあ、そういうものとか、うん、あとは例えば青旗、あのジャムのね、はい、ジャムのね、これジャムの詰め合わせ1000円相当がもらえるとかですね、はい、あとクッキーとかグルメセットがもらえるとか、ちょっとなんかふるさと納税のね、そうですねあの返礼品に近いんですけど、そうですよね、なんかあとはねクオカードがもらえるところなんかも結構いっぱいあったりとかしてですね、はい、そのクオカードだとまあコンビニとかでね何でもだいたい使えますよね、だからそのねこういうなんでしょう、給料が景気はいいとか言われても、はい、株価が上がっていても、はい、給料があんまり増えない、はい、こんな時代だとなんかこういう生活密着型の ね
株主優待を狙うっていうのも、はい、まあ、これ11月ですけど、はい、大体その決算期とかそのあれによって大体その企業が、はい、あの株主優待の時期をあの12月とか1月とか、まあ、大体普通はね3月とか5月とかが多いですけど、まあ、 そうですね、はい、そういうね、ありますから、はい、なんかちょっと調べてみて、それでまあ自分がよく行くお店とか、はい、自分の家の近くにある店とか、はい、まあ、欲しいものとかね、欲しいものとか、ね、なんかそういうのがあるんであれば、はい、まあ、もちろんその株価とのね相談にはなるんですけども、意外にあの買いやすい投資額であれば、そうですね、うん、利回りは意外に良かったりするということです。そういうプラスアルファもありながら株価が上がったら、うん、まあまあそうですね、それで価値も上がるというね、はい、そういうあの、まあ、株を始めようかなっていうか、そういうとこから取っかかりでもいいです。初心者にはとってはとてもいいですよね、うん、入り口としてはね、入り口としては、うんうん、ちょうどボーナスがこう期待できるような時期じゃないです、ね、だから入るからじゃあそうですよね、買っちゃうかなみたいな、ちょっとっこれなんかだってあれですよね、あの今のさっきのキャンドゥだと、はい、その水曜日のね株価でいくと大体投資額はね18万円ぐらいです、うん、そうですよね、うん、さらに株価が上がる楽しみもありつつ、そうそう、その優待ももらえると、2000円の優待がもらえるとこれ何を買っちゃうかな、そうですよね、考えちゃいますよね、そうです、そうです、はい、そんなことということで、はい、ぜひこれは27日までですから、そうですね、11月だと27日、月曜日まで可能ですので、は、はい、ぜひあの、はい、検討してみてはいかがでしょうか、ということで今回も4つの話題についてお話をいただきました。また来週は、ね、どんな話が中心になるか分かりませんけれども、ぜひ楽しみなさっていただければと思います、今週はこの辺で失礼したいと思います。ありがとうございました。